どうも、小瀬です。今日はシーリングワックスネイル作っていきます。なんかめっちゃ流行ってますよね。これ実は結構前に一回作ったことがあるんですが、今日はセリアのクレイジェルを使って作ってみました。地爪にはベースコートを塗ってから作業します。ではスタートします。親指にダイソーのソフトピンク塗ります。シーリングワックス初めて知ったのはドラキュラっていう映画だったかなと思います。キアヌ・リーブスとゲイリー・オールドマンが出てるやつ。知らないよね、みんな知らないよね。このソフトピンク2回塗ります。2回塗りました。余分なミラーパウダーがささっと取れるようにノンワイプマットコート塗っておきます。はい、塗りました。ここでセリアのクレイジェル使います。で、この黄色い物体、これ使い終わったシールの剥離紙です。クレイジェル全然つかないよ。なんかオーブンに使うペーパー、あれでも全然つかないよっていう風に聞いたんですけど、大きな声じゃ言えないけど、あんまり料理しないので持ってないんです、オーブンペーパー。でもこんな大きい剥離紙はあるっていうね。クレイジェル全然つかないでしょ、剥離紙に。じゃあ丸めたこれをネイルにつけます。マグネットジェル用のマグネット、これがちょうどいい大きさ。このまま何もしないでクレイジェルに押し付けるとくっつきそうなので、キッチンペーパーにエタノールをたっぷり含ませて、ちょいちょいエタノールをつけながらこうやって押してってます。で、シーリングワックスを初めて知った時の話なんですけど、ドラキュラっていう映画の中でシーリングワックスを使って封筒の封をしてたわけですよ。わあ、かっこいいってなって、私もやってみたいと思ってあちこち探したんですけど見つからず、1997年にイギリスに行った時にシーリングワックスセット見つけたんですよ。で、そこで買わなかった。なんでやねん。はい、私のどうでもいいシーリングワックス話は置いといて、今爪楊枝でいびつな感じのシーリングワックス感出してます。最近は100均にもシーリングワックスのスタンプとかワックス売ってますよね。でもやっぱり未だに変えていないっていう。はみ出たクレイジェルをこうやってツイザーで挟んで取ってってます。ダイソーのシリコンペンでちょっと撫でておきます。さっきつまみ取った端っこのクレイジェルをこの辺にポチッとつけます。こんな風にワックスがポタッと垂れた感じを表したかったんだけども、まあなくてもよかったかな。平たい顔族にしておきます。ここでセブンスグッドで買ったネイルアートペン使います。別にゴールドでなくてもいいんですけど、サインペンとかでも OK かな。下書きします。私 M のイニシャルは全く関係ないんだけれども、皆さんは M の方が多いかな。いや、そういう意味じゃなくてね、はい、M のイニシャルの方が多いかなと思って M にしてみました。セリアのアイシングジェルクリアで M をなぞっていきます。他のシーリングワックスのやり方の動画とかを見てると、アルファベットシール使ってる方がすごい多いんですけど、アルファベットシールいいのがなくって手書きにすることにしました。ちょいちょい仮効果挟みながらやっていきます。こういうエンボスな感じも大好きで、紙を浮き出し加工できるエンボッサーっていうパンチみたいなものがあるんですけど、それも持ってます。マスキングテープとかペーパーアイテムとかやっぱ好きなんだな私。アイシングジェルは計2回かな塗りました。2回くらい盛るとうまくエンボスなってくれるかなと思います。ボンプリティのミラーパウダーこすっていきます。おお、ちゃんと浮き出た感じになりましたね。今回透明のクレイジェルにこうやってこすりつけているので、若干透けてる感が否めないね。この透けてる感が気になる場合は1回トップコートを塗ってからもう一回ミラーパウダーこすりつけるといいかなと思います。ミラーパウダー塗ったところだけにトップコートを塗ります。ブラシの先にミラーパウダーがつくと思うので、
キッチンペーパーなんかで掃除するといいかなと思います。エタノールで飛び散ったミラーパウダーを掃除しておきます。このままマットな感じで終わってもいいかなと思います。今回はツヤ仕上げしました。シーリングワックスの上に塗っちゃうと凹凸感がなくなっちゃうかなと思い、ちょっと避け気味に塗りました。親指完成しました。こんな感じ。ダイソーのサンドアイボリー塗ります。小指と人差し指。これを2回塗ります。2回塗りました。セリアのアイシングジェルラメゴールド、これを生え際に U の字を描くように使っていきます。ミラーパウダーはせずに、このままの風味を生かしていきたいと思います。トップコート、小指と人差し指に塗って、もうこの2つは完成。薬指と中指にダイソーのソフトピンク2回塗ります。2回塗ったら中指だけエタノールで掃除します。まっすぐ1回、もう1回まっすぐ。ミコアカジェルが指につかないようにまっすぐ拭き取ります。セリエのアイシングジェルラメゴールドで、またこうやって U の字に描いていきます。なんかギラギラしてるね、アイシングジェル。アンティークな感じが出てとっても好き。中指にセブンスグッドのシール貼っていきます。エタノールで掃除したのはこのためでした。で、こんな風にシールがクリーンとなっちゃって貼りづらいので、接着面じゃない方をスタンパーにこうやってくっつけます。で、こういう風に貼る。こうするとまっすぐ貼りやすいね。では一旦中指放置して薬指にスタンプします。キャンドゥのプレート、100均のポリッシュ、シーリングワックス、手紙、切符、連想ゲームみたいな感じでこの切手のスタンプすることにしました。このプレートにもシーリングワックス風の模様ありますね。グレースガーデンのスタンパー。いらない模様をマスキングテープで取っていきます。これ額縁に見立てて絵画ネイルもできますね。同じプレートを今度は消し印をスタンプします。すごい繊細な線で転写できました。このアンティークな鍵のモチーフも可愛いね。これは切手の上に押さないといけないやつだよね。ノンワイプトップコートで仕上げます。指にのせてみました。こんな感じ。髪の感じを出したかったら全部マット仕上げでも可愛いかなと思います。ダービーにヘルメットかぶせる要領。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。ではドロンします。